アズワン・ブラック・イーグルスは、大阪府の社会人アメリカンフットボールチーム、X リーグ所属。1970年代の社会人、クラブチーム創成期に結成された古豪クラブの一つ。1990年代初頭まで、関西地区の有力チームだったが、現行の日本社会人選手権が設けられた1987年、以後、2010年まで周期リーグ戦における、 プレイオフ進出の実績はなく、現在の X リーグに移行した1996年以降の成績も最下位と4位が3度、5位が2度、最高でも3位が3度あるのみであった。2000年の秋季リーグ開幕戦で、松下電工に3から0で、初勝利を挙げ、注目を浴びたが、その後は内外電気の急成長などもあり、10位以下で終えるシーズンが長期間続いた後、 2011年度シーズンセカンドステージに進出、鹿島ディアーズの島相模原ライズに連敗するも、X リーグ発足後、初のプレイオフ出場を達成した。1970年4月、関西大学、近畿大学 OBU 氏により、クラブチーム、ブラックイーグルス総武。1989年にアパレルメーカーのジャバグループとスポンサード契約。 1994年、ジャバグループに代わり、信用組合関西高銀とスポンサード契約。1996年シーズン終了後に、信用組合関西高銀が、スポンサード契約を終了する。1997年は、大阪ブラックイーグルスとして、スポンサー企業なしで、リーグ戦を戦う。シーズン終了後に、医療、理化学機器サプライヤーの井内聖英堂と、 スポンサード契約。1998年は二部との入れ替え戦に勝利し一部残留。2001年、イウチ致制度の社名変更に伴い、アズワンブラックイーグルスに二部との入れ替え戦に勝利し一部残留。2006年は春季のグリーンボールにて初の決勝進出。2011年はベストディビジョン3位に入り、初のスーパー級進出。 ありがとうございます。